ミシェルネイは、フランス革命戦争及びナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人。ナポレオン・ボナパルトの側近の一人で、彼をして、ルブレーブでブレーブスと言わしめた。なお、聖のネイは二十母音、ネイではなく、フランス語発音、N と読む。出生青年時代1769年1月10日。 当時フランス領であったザール地方ザール類にて7年戦争に従軍し、ロスバッハの戦いに参加した元兵士で、孫職人のピエールネーの次男として生まれる。若き日のネーの調印のため、スイスに派遣された。同年8月5日、ナポレオンの妻、ジョゼフィーヌの紹介で、アグラエ・オーギュイへと結婚した。ネーは絶え間の努力と、自身が見出して、副官とした。 スイス人傭兵ジョミニの助力もあって、不評指揮官としても優れた能力を身につけた。ネイは、ジョミニの著作の出版費用を負担するなど、個人的に彼を援助し、ジョミニは、ベルティエ原水と対立して、ネイの元を離れた後も、修正ネイを敬愛していたという。1804年5月19日、ナポレオンから原水号を与えられた18人の一人となった。1805年、 大陸軍の第六軍団を率いた彼は9月25日にライン川をとか10月9日にギュンツブルクの戦いで勝利し10月14日のエルヒンゲンの戦いでも勝利して協力を奪取。翌10月15日、ジャンランヌと共にミヘルスベルクコーチを包囲しウルムの包囲網を完成させた。10月19日にオーストリアのマック将軍は降伏してきた。 その後、新軍を再開した彼の軍は、ザルツブルクを経て、11月5日、シャルニッツとチロルで、ヨハン大公の軍を破り、11月7日には、インスブルックを占領した。アイラウの戦いにおけるねえ。一時的に彼は、ウェリントンを窮地に追い詰めたが、デルロンが援軍として到着しなかったため、彼の努力は怪人に返した。ワーテルローにおけるねえワーテルローの戦いでは、 前衛で事実上の葬式を取り、大英三都へのデルロンの第一軍団による攻撃を命じた。この際、砲兵による支援を命じ忘れたため、フランス軍の突撃はことごとく粉砕された。15時30分、騎兵による総突撃を敢行したが、味方砲兵の支援がなかったため、イギリス不評の法人を効果的に崩すことができなかったものの、 イギリス軍の不評陣地をしばらくの間蹂躙した。さらに、イギリス軍最奥にプロイセン軍が到着したことによりウェリントンは、イギリス軍、この駅兵連隊を増援として差し向けたため、ネイは攻めきれずついに退却し、勝利の機会を逃した。この後ブリュフヘル率いるプロイセン軍が続々と到着したため、フランス軍は戦列を維持しえなくなりついに敗走。 ワーテルロー戦役は終結した。敗戦後、フーシェは彼にパスポートを与えて亡命を提案したが、ネイはそれを断り、8月3日に身柄を拘束された。再び権力の座に戻った、ルイ18世の政府によって反逆罪に問われ、1815年12月6日に、銃殺刑に処せられた。ネイやミウラの銃殺は、 ルイ18世の個人的な復讐であると言われているが、ネイ自身はこの時、同僚召喚による軍法会議で裁かれるのを拒み、フランスの上院議員の資格を盾にとって、応答派で締められた上院による裁判を受けている。貴族院では16、161票中139票の賛成で有罪となり、賛成票を投じた中には、ケレルマン、マルモン、ペリニョン、セルリエ、 ビクトルらも含まれた。カウナスの戦いでの、寝生まれた環境から、フランス語とドイツ語を流暢に話した。また、多芸な人物としても知られ、特に、フルートクラリネットの演奏、チスに関しては名手だったという、誠実で人当たりが良く、男気にあふれていた。その人柄は、多くの人間に敬愛された。指揮官としては、特に粘り強さをとしており、 防御退却戦で公衛を率いて数々の伝説的部分を挙げた。ロシアからの退却戦では自ら銃を取ってロシア兵と戦った。攻撃においても個人的勇気と関東精神に富んでいたが、大軍を組織的に運用することは増えてで、諸突して孤立するという失敗もしばしば犯している。例えばワーテルローではウェリントンの交代を退却と誤認して、 騎兵すべてを投入してしまい、予備兵力を失っている。ナポレオンは、流刑となった後の回想で、ネイを厳しく批判することもあれば、最大限に称賛することもあった。ネイは、リュクサンブール庭園近郊のグルネル平原で、銃殺されたが、この時目隠しを進められると、君は、私が20年以上も前から銃弾を直視してきたことを知らないのか、と言い返している。なお、 銃殺された場所には彼の銅像が建てられており、現在も喧嘩が絶えないという。最後の言葉は兵士諸君。これが最後の命令だ。私が号令を発したら、まっすぐ心臓を狙って撃て。私はこの不当な判決に抗議する。私はフランスのために百度戦ったが、一度として祖国に逆らったことはないであった。ネイの立像 AB、ミヒエルネイ。 ナポレオンモニュメンツ、EU、2013年7月13日閲覧。ABCDEFGHIJKL ケネディ、ヒックマン、ナポレアニックボーズ、マーシャル、ミヒエルネイ、MILITARYHISTORY.ABOUT.COM 2013年7月14日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、N, ミヒエルネイ、ドックディ エルチンガン、プリンス・デ・モスカウィ、マーシャル。NAPOLEON-SERIES.org2013 年7月14日、閲覧。AB ベルト2001、ピアニッシ六64から68、ベルト2001、P132、ベルト2001、ピアニッシ百176から205、AB ベルト2001、 ピアニッシも218から219戦闘技術の歴史2013ピアニッシも161から168ナポレオンが予備兵力をすべて注ぎ込んでいれば勝つことができたと言われているベルト2001ピアニッシも226から 227AB ベルト 2001P278 フランス旅行機リュクサンブール宮殿ありがとうございます